まい。はい、スライスチーズ。こう置いて。はい、ごさら。はい、OK。さあ、もう今日は一人ですから、今日は僕までならこっちなんだよな。はい、お願いだから牛乳。そして先ほどのサンドイッチパンをこれにのせます。これで吸わせます。さあ、ひっくり返します。はい、吸ってもらいます。さあ、北海道バターを入れます。これ片側4分ずつ焼いていきます。さあ、4分経ちました。チッチッ。あ、ちょっと焦げ目が強いですね。今度は3分にします。はい、3分経ちました。出来上がり。オリーブを適量ですね。そしてトマト。はい、OK。さあ、卵。グラニュー糖、これかな。ソレイユの奥、オレンジジュースを、これかな。6枚入りのソース、1人前ですから1枚入れていきます。これで裏を返しますけども、20分ぐらいつけるそうです。これでひっく
繰り返して吸わせます。ここであと15分ぐらい置いておきます。また返しますよ。返しに入ります。1回目ですね。あと5分ぐらいですかね。さあ最後の返しに入ります。だいぶ吸ってきたけども完全に吸い切れないかもしれないですね。はい、北海道バター、今度は蓋切れにしておきました。よしかしね、溶けたら入れていきます。さあバターが溶けてきましたので、これを切ります。これ随分と弱火でやってますから、きっとうまくいくと思います。さあ今度は早めに変えていきます。ドアバー柔らかすぎるな。まだまだだな。はい、今度は時間が3分間になります。今度は先ほどやらなかった吸ってみます。これではこれが突きづらいですね。この上の焦げ目が少ないので、もう一回返してみます。お、今度はうまく焦げ目が少ないですね。なんかここに焦げ目が少ない。よし、これでこちらの焦げ目がつけば出来上がります。はい、先ほどうまくいったのでちょっと吸ってみます。ここで焦げ目ができればもう完成です。 OK、 さあ、うまくいったでしょう。出来上がり。食べやすいように伸ばします。オレンジ、そしてハチミツ、これお好みですけど割と食べたくなる。そして今日はオレンジジュース。はい、出来上がり。